らせてもらいます。斉藤でございます。私は父親がお能が好きで、子供の頃よくこういうところに連れてこられて、まさかこう旅入ってここへ上がって話できるという夢にも思ってませんでした。それから素晴らしい芸術だとか音楽だとか、こういう芸術が目の当たりにずっと聞いてて、これをぜひ後世にね、絶対残さなきゃいかんとつくづく思いました。で、皆さん、今度私の話、被爆の体験なんで、ちょっと、10分間だけちょっと我慢して聞いていただいてと思ってます。それで残酷な面もあるんですけども、被爆日本、オバマさんが一昨日ですか、ノーベル平和賞をもらいましたけども、オバマさんにもね、私の体験をぜひ聞いてもらいたいと思って、オバマさんに体験記を渡しました。多分読んでくれたんじゃない、英文にして渡したわけですけども、青いトマトという私の体験で二十何年前に書いたんですけども、それを英文にして渡しました。で、あとまたちょっとご紹介しますけど、オバマさんのブレンで、ある黒人の歌手がいまして、それを詩にして歌にして歌いたいということで今準備してます。来年リリースするはずなんですけども、それを含めてちょっとお話します。これベイブリッジですね。私は横浜生まれです。私の祖父は皆さんご承知かな、外人墓地の前にクラストチャーチという教会ありますけど、あそこもおばもいましたし、そのそばに妙光寺というお寺がありまして、私の祖父がそこの僧侶でした。キメガヨ発祥の地なんです。で、西洋音楽発祥の地です。話長くなっても生身事件で、撮影戦争が始まって、英国が金庫を攻めていって、軍艦の上で初めて島津さんが西洋音楽を聞いたわけです。で、この音楽なんだということで、今もさっき三味線なんかいろいろありましたけども、これは西洋音楽というんだと、ぜひうちの舞台に教えてくれと。そのうちの舞台というのは私の祖父の寺に百何十人駐屯してたんですね。で、英国が結構ですと、フェルトンという音楽隊の学長がロンドンから楽器取りをして、それで西洋音楽初めてそこで始めたんです。そのフェルトンが君が代を作曲したんです。で、君が代を出らっていうことなんです。私、下手すと私その坊主になるはずだったんですけども、親父が農名だったもんですが、目の前に天の間ビアザゲってできまして、坊主やめて、それが今のキリンビールなんですけども、キリンビールに入りまして、山の手に最初ありました。それから生麦にありまして、それから大阪、広島、山口、朝鮮、満州、キリンビール作って歩いてまして、私の人生キリンビールの泡のような人生なんですけども、ちょうど広島にいる時に父親は満州までキリンビール作りに行ってましたけども、そこで原爆に遭いました。私の人生、やっぱり人類最大の悲劇だと思ってます。10分間我慢してちょっと聞いてください、見てください。今8月6日ってこの間広島の子に聞いた何の日だかわからないって言ってましたんで、やっぱり伝えなきゃいかんなと思ってます。私も80過ぎましたけども、最後の語り部としてぜひ伝えていきたいと思ってます。私当時15歳、8時15分もう学校どこじゃないんで、動員って旋盤やってましたけども、15分一瞬にして、私 2. 何キロのとこ行ったんですけども、凄ましい光線とあれで、でっかい工場の中で旋盤の下に叩き込まれたんで、やけどはしませんでしたけども、傷だらけで、夢中で這い出してきて、4人しか生きてませんでした。私の学校は広島日中というんですけども、それに日中があるんですけど、全滅です。全滅の日って広島のあそこに立ってます。涙出てきますね。で、私はあそこは爆心地ですね、赤いところですね。私の家は広島の駅の裏に連平場ってありまして、広いところありまして、そこが自宅でした。それは連平場ですね。あそこは我が家です。毎日爆心地通って帰ってるもんですから、一瞬やられた時にそんな爆弾だと思いませんでした。直撃かなんかあって油だらけで市内通って、恥ずかしいなってちらっと思ったぐらいです。で、爆心地向かって歩き始めて、それで地獄を見ました。皆さん、これ広島にいらした方、これご覧になったと思いますけど、これまだよく来てますけども、みんな私おばあちゃんから幽霊とか芝居の全員がこうなるんですね。こうはしない、みんなこうですね。皮膚がベロンとして、あれ着物着てますから、あれ皮膚が本当にベロンとして、それが皆さん分かりますか、100人1000人じゃないです、何万人が張ってくるんですよ。地獄ですよ、空気の世界ですよ。子供の頃からもう粗悪に本当に震えました。それから
やけどですから、みんな生に水、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 水って言って、昔はこの防火用水ってみんなそれぞれあったんですよ。私も爆心地も買って歩き始めましたから、こういうところ飛び込んでみんなどけながら、あの暑かったですから、水浴びたり飲んだりして、川飛び込んで、夢中になって帰ってきました。ずいぶん、で、ここにもいますけど、僕一生忘れないのは、こんな焦げだらけのね、赤い赤ちゃんだと思う母親が、僕につけて、あれが一生忘れない。あ、一生、どうしていいか、僕、15歳の僕、分かりませんでした。これは母親ですね。お母さんがいて、この少女がここで、呆然として立っているところですけども、うつろで立ってますね。これお母さんだそうです。私の前の練兵場は、だから、十何万人がこう逃げてきてました。今思い出すと、涙出てきますね。私の友達も全滅ですから、生きてたら、皆さんみたいにね、素晴らしいこういうとこ来てね、文化を、生活を楽しみたかったんだろうなと思ってね、毎朝僕はお経をあげてますけども、これがあの、いいですか、6000度ですから、熱が。一瞬、あの、ある爆心地では、あの、人間の影だけ映ってて溶けたってことですね。一瞬にして、これは、あの、衣服も全部焼けちゃって、ベロンとして、全身ですね。でまだいいです。まだこう膨張してですね。で、あの祖父が、あのおばあちゃんが、もう水あげなさいって言うんで、やって、こう膨張してて、どこが口だか分かんなくて、こう、やかんでですね、何百人に水飲ましましたかね。それでね、ある時ね、ちょっと頭がチリチリとなってる人がずっと集団にいたんで、なんだろうなと思ったら、こう、軍刀を持ってですね、おや、僕は何々注意って言うんだと、ダメだと思うから、俺の故郷に伝えてくれって、その人が、言ったんですけど、覚悟もないしね、それは申し訳ないと今だけ言わせれません。こんな何万人ですからね、練兵場で。それで水、水、水。3日間ぐらい生きてます。で、意識がはっきりしてるから、悲惨なんですよ。意識がはっきりしてるから。どうぞ。あ、もう次な。それで、私もあの、一日放射能浴びたもんですから、夜9時ごろ帰ってきましたから。で、黒い雨も浴びましたし。それで、うち帰ってきて、まだみんな生きてました。母親はもう死にました。それで、練兵場にこんな地獄のようなあれで、それで、まだ涙出てきますけども、あの、母親が家に行って、兄弟しっかり、それで死にました。すいません、まだ飲ませられた。母親が死んだって死にきらない。さて、みんな死んできました。で、3日経ってもまだ生きてる人いて、会うと、うちが湧いて、死にうちが湧いてて、さまじい地獄でした。で、なんで僕が生きてるかって言いますと、あの、私、浜っ子ですから、お母さん帰ってきて、すぐ、あの、なんか、あの、訪問してきた人が、私の家広かったもんですから、軍隊の受付が3つもありましてね、ずっと並んで、自分の夫だとか、自分の、家族のあれを安否を尋ねてくるんですね。そこから人はみんな死んでいくんですよ。出た人が。私何の爆弾だか分からなかったんですけども、機微の悪い爆弾だなと思って、なんか特殊爆弾らしいということで、とにかく早くキリンビルに頼んで、貨車したって止まって、横浜に引き上げてました。小敷みたいなところでしたけど、少しまだ良かったのかもしれません。すぐ入院して原爆症だ。医者は喜んで、モルモットでしたけども。それから入院退院です。次第病院1年、教育病院2年、再生会1年とか入院退院でした。それでやっぱり差別がありましたよ。やっぱりだから、なんで被爆者と結婚するんだなっていうのはこともありましたし、やっぱり私結婚しましたから、やっぱり入院退院で離婚もしましたし、結婚した人に迷惑かけました。でもこうやって今日80歳になって生きてるのは、自由と皆さん海のおかげなんです。私、たまたまヨットやってましてね、あのヨットに乗って海に出るとね、今だと今ちょっと苦しいんですけど、海に出ると息ができるんですよ。海ってのはそういう生命力とかね、自然の力あんだなと思って、波が立っちゃ立つほどいいんですよ。だから私はヨットマンが嫌な野郎だって、もう台風見たら来ると生き生きとして息できるもんですから、病院からヨットレースに出して、小笠原レースとか沖縄レースとか、今映ったキャリアドという世界最古の111歳のヨットです。キャリアドって言います。でこの間世界一周に行こうと思って出てきまして、
ちょっと遭難しちゃいまして、この話もしろというから恥ずかしい話ですけど、台湾沖で遭難しまして、3号車を乗り上げて、私海上保安庁の仕事やってます。あの118番、台湾沖ですから118番するとヘリコプターで海猿が来るんですけども、それだけ118番でかけたくなくて、16で脱出してまた石垣島に帰って、みんなの力で直してもらって、今ベトナムに置いてあります。これキャリアード111歳の船です。世界最高の帆船、あのヨットですね。来年これ直ったら私もう一回世界一周行くつもりです。あの未来に残そう、歩いてテーマで世界一周行こうと思ってます。今から私第3 の、 あの青春だと思ってますから。それからもう一つ、私今海上保安庁の仕事やってると言いました。あの海のこと好きなもんですが、私ちょっと横浜市に行って海のイベントへ、港未来なんてご承知でしょうか、あれを私プロデューサーしました。それから開港150周年やりました。帆船日本丸一世が来てます。あれも私みんなで署名集めて持ってきました。そんなことやってるもんですから、海上保安庁第三管区の環境課と所属してます。今日ここへ 2,3 人来てますけども、私のメンバーで、海を、海がその私の命の恩人の海が危ないということで、未来に残そう歩みということで、その再生をしようということで、今皆さんこれ見たら、これ酵素なんですけどもね、これを東京湾に撒くとヘドロが再生できるんですね。そんなことで横浜、新しい市長林さんと来てますけども、横浜から発信して東京湾記念しようということで、そういうことも始まってます。東神奈川のコットハーバーってありますけど、皆さん来たらぜひこう覗いてください。素敵な大きな船もあります。2杯置いてあります。あの来年の3月ぐらいになったら、あのここで泳げるんじゃないかなという話もあるぐらい、あのそんな実験をやっております。それからもう一つ、もうさっきちょっと言いかけましたように、あのオバマさんに渡しました。そしてオバマさんの側近でジェットという黒人の歌手がいるんですけど、彼はオバマさんのブレーンで2年間あの選挙であのキャンペーンを歌ってた人なんですね。でグラミー賞を持った素晴らしい歌手です。で私の青いトマトっていうあの詩にして歌にしてくれて、大体もうすぐ完成します。来年の1月の下旬ぐらいにはなんかダウンロードで聴けるそうですから、それからディスクも発売しますので、ぜひ皆さん聴いてください。素晴らしい歌です。それで来年あの被爆者の、 あの減衰あの被爆者の会ってのがあるんですけども、国連行って5月の末に国連で初めてパネル展をやりまして、10分間だけ壇上を上がらせてくれるそうです。今までそんなこと絶対なかったですけども、それから彼が、あの100万人のパレードになるだろうと言われてるんですけども、あのあそこの、僕はまだあそこ行ったことないんですけども、セントラルパークですか、あそこまでパレードして、セントラルパークで彼のコンサートやって100万人来るだろうと、我々被爆者が前の方へ立ってやろう、そういう計画が今あります。で、We are the world みたいに、彼が名前出していいのかな、ジャクソンさん死んじゃったんですけども、スピーディーワンダーとかアイデンチカみんなで集まって世界を訴えようと、核兵器廃絶を訴えようと、こういうふうに今計画してます。それ実現できればいいなと思ってます。皆さんもよかったら5月です、皆さん参加してください。この地球、私ももう一つ、あの神の怒りというのを書いてます。こんな素晴らしい地球をお前さんたち人類に預けたのに、一体人類は一体何をやってんだと、戦争だとか、それでこんな美しい地球を守れないどうするんだと、核はダメだよってことを書いて、それもジェットが歌にしてあのディスクの中に入ってます。皆さん力を合わせてこの地球を守りましょう。それが願いです。今日はありがとうございました。どうも。